130柿花情報部。さあ、830柿花情報部、今日のテーマはこちら。印西くんはサイだった。はい、意味わかりませんね。説明しましょう。印西くんはサイだったの前に、火曜日の830柿花情報部といえばですね、自主制作ソングを紹介するコーナーとなっておりまして、はい、スタートは豆腐屋源さんでした。うん、もう端折りますけど、呪いのウェディングソング、夢模様、アディオス赤坂、片平戦士デザイア、ここら辺からちょっと戦隊ものの歌が入ってきまして浮気大騒動、ごめんねママ、謝罪ソングですね。リスナーから反感買いました。うん、知っているのさ二人だけ、ムーディーな歌です。アロハ立山、はい、そう、ハワイアン歌い上げるという新しいジャンル、はい、色とりどりの自主制作ソングが8曲も集まったんです。大変嬉しい誤算でした。そこで印西くんはサイだったっていうキーワードに戻るんですけれど、千葉県の印西市という町をご存知でしょうか。印旛沼の西側にあるから印西市なんですが、実はこの町、東洋経済が毎年発表する全国の自治体の住みよさランキング7年連続トップ。まあ全国84もの自治体のトップに、814もの自治体のトップに7年連続で輝いているのが、この印西市。知らなかったです。のマスコットキャラクターに、印西くんというピンクのサイがいるんです。はい。ヤクミツルさんにも見ていただいてますけれども、実に可愛らしいピンク色の。古サイと言いますかね。古サイ。赤ちゃんサイみたいなね。これね、コスモスの色なんですね。はぁ。で、尻尾の先にはちゃんとコスモスの花が咲いて。印西の花がコスモスなんですね。そうなんです。お腹に印西の印という文字が、なんかね、ありまして、ちょっと金太郎風ですね。丸く印ってこうね。うん、で、右肩には、印鑑を担いでるんです。ほう。やっぱりこう、印西の印に引っ掛けて。あ、ちゃんと反対側になってる。で、目がちょっと半開きでね、眠そうな、ちょっとガチャピンみたいな目してまして、白い角が鼻先に伸びているという。可愛いですね。そうなんです。で、これは、ちゃんと歴史としたもうキャラクターとして活動中なんですが、うん、この印西くんが可愛いんで勝手に応援しちゃおうと、応援ソングを作ってしまったママさんバンドがいるって言うんですよ。これが面白い。バンド名は魔法のピンク。現在はカラフルスタイルという名前に変わっておりますが、曲名がお散歩印西くんという曲なんですけども、この印西くんを匿名で紹介してくれた方がハイコさんという方で、短いお手紙がついておりました。住みよい市に7年連続で選ばれた印西市で友達が頑張ってます。一度でいいからこの曲ラジオで聞いてみたいです、ということで、はい、ハイコさんご自身の連絡先は書いていなかったんですが、あ、CD にある連絡先の武藤由美子さんと電話がつながっておりますんで、説明ちょっと長くなってしまいましたが、武藤さんにちょっと話を聞いてみましょう。武藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。なんか今日は出勤時間ずらしてくれたんですって。はい、そうですね、これから終わったらすぐ出勤したいと思います。申し訳ありませんでした。そうですか、はい、武藤さんはこのお散歩印西くんの曲の楽器は和太鼓担当。あ、和太鼓というよりか、はい、アフリカの太鼓で、ただこう簡単に叩くとジャンベという、ジャンベ、はい、はい、ある簡単に叩くと音が出るパーカッションがあるんですけれども、はい、じゃあジャンベというパーカッションを担当しているというイメージですね。そうですね。ほうほうほう、はい。皆さん、印西くんがお好きでこんな活動されてるんですか？そうですね。もともとママさんバンドっていうのが二十数年前から、違うバンドでやっておりまして、私はその時は所属してなかったんですけれども、うんうん、バンドのメンバーがずっと長年、子供向けのバンドですね、それをずっと曲を演奏してたんですけれども、だんだんそうですね、世代が変わったりして、中のメンバーチェンジだとか、追加もして、いろいろ変わりまして、今こういう形に。何人ですか、はい、メンバー。今は10名で活動しております。あら、結構な大所帯で頑張ってますね。はい、なかなか全員女性ですか？女性と男性が一人だけ、私の主人ですが、主人かいって、はい、活動しております。あら、そう。普段はどんな活動してるんですか？はい、最近はですね、子供向けだけでなく、うん、老人施設っていうんですかね、高齢者の方のデイサービスですとか、はいはい、あと、福祉施設の方にも、演奏の方、なんていうんですかね、演奏活動を、はい、
させていただいてます。素晴らしいですね。お子さんからそしてお年寄りまで。あ、そうですね。ちなみにお年寄り向けにはどんなナンバーを演奏してるんですか？はい、夏メロとか昭和歌謡。具体的にはもう役さんなんか大好きですよ、夏メロ。言いついてますね。よくかけるのはいつでも夢をですとか、有楽町で会いましょうみたいな。ジャストミートですね。ジャストミート。今の曲にそのアフリカンなパーカッションが入るってのはどんな感じになるんでしょうかね。ジャンベはそういう曲にも入るんですね。そうですね。本当に私が一番音楽歴が一番浅いもんですから、ただどんどんって叩くだけで、あとはみんなアコースティックギターで女性も男性も弾いてるもんですから、そちらの方の力に助けられてるっていう感じです。いやいやいや、素晴らしい。それがカラフルスタイルの今の活動のスタイルなんですね。それでは今日おかけするのはお散歩印西くんの温度バージョンということでよろしいでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。それでは武藤さんもちょっと電話口でお聞きください。はい、おかけします。ありがとうございます。良いとこお散歩日和、いい人出会い、いい街できる、いい街できていい歌生まれる、お散歩印西くん張り切ってどうぞ。くんお送りしました。素晴らしい。もしインバ沼にさざ波が立ちましたね。感じがいや、インバ沼にさざ波立ったという役さんからの褒め言葉ですが、武藤さん、ありがとうございます。いや、いい感じ。いや、こんなにクオリティ高いと正直思わなかった。いや、ありがとうございます。いや、これはもう、メジャー顔負け。お母さんと一緒もこれはちょっとびっくりですよ。なかなかもっともっと印西君を盛り上げていかなければと思ってます。各地盆踊りの定番にもなりそうだ ね。これ印西君一緒に踊ってくれたりすることあるんですか？そうですね、いろんなイベントとかお祭りの時に一緒にいる時は、一緒に印西君の周りを回って踊ったりしてます。本当に、はい、いいですね。わ、はい、かりました。魔法のピンク、現在はカラフルスタイルということで活動しているね。はい、はい、じゃあこれからも皆さん仲良くいい歌歌ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、武藤さん、はい、はい、ごめんなさい、明日ですね、はい、8月1日、毎月1日に、うん、印西くんが印西市内のいろんなところでお散歩してるんですね。そうなんですか？まさにお散歩してるんだ、はいはい、そうなんです。それでちょうどそういう一般の人たち皆さんとも触れ合う時間っていうのがあるもんですから、はいはいはい、ホームページを見ていただけると、はい、どこでやるって書いてありますので、ちゃんとホームページに ね、はい、印西くんのスケジュール出てましたね。わかりました、はい、チェックします、はい、ありがとうございました。はい、ということで、わざわざ時間をずらしてくれました武藤由美子さんにお話を伺いました。今日はお散歩印西くんでした。あなたの自主制作 CD もどんどん送ってください。郵便番号 100-8439、 日本放送あなたとハッピー自主制作の係、厳正な審査の上問題なければ番組でご紹介させていただきます。あなたとハッピー。